はい、それじゃあ先に進めたいと思います。セーブも済ましたし。さあ、演習地出発と。うん、全部乗せたね。あ、今回のショー何が判明するのやら。いつものごとく見送りに。うん、この上を行くと、そういや本校も確かやるって言ってたね。ノーザンブリア、そっち。っていうかさ、これさ、話してよかったんだっけ？おかしいでしょ。なんか面白くねえな。そうだね、バレリー、確かノーザンブリアの出身だね。もぎ取られたって話だったよね。剣も失ったが、心の銃とバラはなくしていない。もがれた先がまた皇族ってさ、それさ、自明だね。自明だね。セドリック、完全に鉄血に取り込まれてるね。うん、そうだな。揺れた貴族派、貴族勢力、今本拠地ではどうなってるんだっていう話ですが、シュミットもいちいち律儀だね。ちゃんと見送りに来るんだから。アリアンロードの喧嘩ちゃんと聞いてるんだったらさ、なんで行かなかったんだろう。うん、そしてだよね、名前言わなかったけどあいつだよな。くりゃよかったのに。今回はだね、ラクエル。内容教えてよ。質問しようがない。それ気にしてるんだ。カレージャスで行くっていうさ。いやー、言うたってさ、この特別演習だって、帝国政府の思惑が絡んでるんですから。
確かにいたな。しかし10以上か、多いな。そうか。はい。まあ、はいとか、返事はいいもんにしたけどさ、結局内容がよくわかんないんだよね。そうだな。さあ、じゃあちょっとマラソンしていこっか。順当に1号車からどんどん順番に回っていって、で、メインは後回しにしつつ、最後まで行ったらメインを回収していくという形で。すごいな、君ら。ちゃんと、これか、到着したら下でさ、また作業しなきゃいけないのに。おお、ちょっと、すごい動きしたよ。そんなに運転しないんだな。はい。へえ、好きなんだ。どっしりしてるよな。なんか、体も心も。ガチャな。あとは？あー、そっか。前向きだね。いいことだ。こっちはもうメインだもんな。入れはするな。ここにいるよ、リンは。まあ、こっからは相当集中できると期待してますよ、ユーナ。うん。迷惑とか全然思ってないんだけどね。こんなにいるのに足はいないのか。慣れてきたって感じだね。フレディのことはさておいて、フレディキッチンいた？苦手とか以前の問題放っておくと。いやー、見た目でわかるよ、砂糖と白は。砂糖と塩はわかるよ。見た目でわかるよ。うん。あるんだよな、これが。小さじの半分違いでさ、めちゃくちゃしょっぱくなるからね。うん。はい、男性陣。そうだな、お前シドニー隣にいること多いし。まあ、まず結社がいることをちゃんと忘れないように。うん、てか、え、シドニーもイケメンじゃね。もう残念すぎるわ。あの、アッシュの言う通り自我は整ってんだよね。もったいない。うん、まだこういうところ成長してないな。あんまり気にしなくていいんだけどね。
はい。うん、本人から聞いたな、それは。あ、そうなの。うん。なるほどなー。なるほどな。そのあたりちょっとアドバイス難しいな。リンだったらまた違う言葉を見つけられそうだけど。なんつうか、もうちょっと独り立ちいるのかな、クルトは。じゃあもうちょっと話しかけよう。よし。じゃあ今度は帰り。あれそれベビーフェイス、そうなんだよな。はい。じゃあ、ティータ。ここではできないとね。はい。で、フレディ、お前何やってるんだい？中止、うわ、なんだこれは。ちょっと待って。調べる。中止者、初めて聞いた。本当だ、中、これもしかして解雇のあれか。ジョンシーチャーとも呼ぶらしいですね。これ解雇のあれか。確か解雇の糞はさ、食えるっていう話聞いたことあるんだけど。はい、いいや、ちょっと、あとで調べよう。今ちょっと調べる気分じゃねえよ。え、そう、これが出てきた、中粉茶。知ってたんだ、あれ。へえ。うん。はてな三つもいらん。はてな一つでいいでしょ。はてな一つでも余計なくらいさ、当たり前のことなんだけど。なんで三つも出てきた？終わりです。そうだな、あのクソ野郎。今思い返せばめちゃくちゃだったなーって。うん、今んとこ見当たらない、見当たらないでしょ、あんなクソみてえな野郎。うん、何よりお前ぶん殴ったしな、一発。例えば出てましたね。じゃあやろっか、あとでな。どうせ俺に勝てるわけないんだから。ミューゼバレリー、こんばんは。そうだね。一度腹割って話すか。ユーナのこともあるからな。まあ、やレオノーラ。
そういえば海にたくさん潜ってたんだよね。じゃあこっちもちょっと顔出してみるか。この親父のことさ、俺すげえ気になるんだよね。確か最後の任務っていうか居場所っていうか、それがさ、どこだっけな。あ、そうだ、サザーラント市。やべえ、本当に記憶力どうなってる俺。最後の任務っつうか、そういった場所がね、ま、マヤの親父がね、そういった場所がサザーラント州っていうお話だったんですよね。それ、いつ頃なのかはさ、全然まだ聞かされてないんだけど、おそらくハーメル関係してる可能性ある。トアも発生してんのか。そういえばトアもって言ってたね。こっちはアッシュか。感じない？と言ってもなんか言ってた気するんだけどな。ロジーヌがさ、確か言ってたんだよね。あし、そうだな。一応全員に話しかけたから、今度はこっちから遡ってスタートしよう。いいよね、この色。すごく好き。まあね、実践は確かに積み重ねた方がいいね。あれ？そうだったんだ。いやでも、アーメルで気になること言ってたもんな。いやー、ハーメルの予感がするな、これ。そういう女性に育てられたんだ。ね、育ちはさ、良さそうなんだよね、なんか。おいおいおい、夜は出かけないよ。あははは、引率込みで。てか、リーン意外なこと言うね。絶対今の断ると思ったのに、引率込みだったら許可してもいいって。あー、なんか言ってた気する、これ。千通の後日談だっけ？言ってたわ。そこまでやってないと思うけど。しかし、ひねくれた発言にも慣れてきたね、リン。なんだかんだ言ってさ、俺、リンとさ、アッシュめちゃくちゃ相性いいっていうか、ほぼほぼ似た者同士だと思うんだけど。性格が違うだけの似た者同士って感じ。これは俺の気のせいでしょうか？それともみんな感じてることかな？佐藤は。あ、懐かしいもん持ってんな。うん。そうね、あの時のトアめちゃくちゃ強かったしね。俺
俺も銃使うんだったらさ、こういうタイプの銃使いたいね。アサルトライフルとかさ、サブマシンガンとかじゃなくて、こういうピストル系。っていう話はね、聞いてる。うん。ガイス、一応連絡はついたよ。どんな会話してたか知らんけど。これ、嫌だね。もがれたって言ってんのにさ、結局高速の元に渡ってんだからさ。取り返しようがないよね、結局高速の手に渡ってんだから。あ、ごめん、ラブウィン、ここにいたんだ。あ、どうした。あらら、もう諦めるか。言い方よ、面白すぎ。ここは見づいたよな。そうだね。読めない部分が多い見づいたけどさ、気配察知能力はなさそうだね。アッシュは備えてるみたいだけど。あ、そういや、一章だっけな、ミュゼの絆イベント、あれ動画で見させていただきました。確かにがっちり言ってましたね、ラマールの伯爵って。こら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 、あぶねえ。危ねえ。挨拶行く可能性あるんでしょ？危なすぎだろ。アルティナ、後で、VM やろうね。待ってね。ここは、ミハイルと。ん？誰と連絡取ってんの？はい。まあ、前回みたいなふざけたところまでは踏み込まない。うん。なるほどな。そう。でもさ、介入しにくいことをいいことになんか口実作れそうだよね。でも、アリアンロードがいる可能性高いんだよな。で、この公爵、そうだ！そうだ！これ多分バラット公のことですよね。あのさ、コメントでいただいたんですけど、バラット公空の奇跡のサード、いましたね！コミュニティで、コミュニティにもさ、もう投稿済みなんですけど。ダメなんだよ、俺、サードさ、ほとんど忘れてて。
FC と SC と比べてサード忘れてるっていうさ、俺の状態、もう初期の頃から俺の実況を見てくださってる方ならわかると思うんですけれども、サードほとんど忘れてしまってるんですよ。なんで忘れてしまってるかってね、あれ中学校の頃も FC、SC まで済ませたんですけど、サードはね、中学3年の時期だね、受験やらなんやらでさ、すごい忙しかった状態で、やっとの用事を済ませた後にあのサードをやり始めたんですけど、もう脳パンパンに疲れててもう脳死の状態でサードやりました。ほとんど忘れてる。名前だけ出てこられても困りますよ。バラッとこう、いやチビキャラもいたわ。悩んでんな。政府と文校長の両方の都合のいいところを考えてるよ。よし、こんなところか。じゃあこれで多分そうだよね。ピンポン。デアフリンガー号1号車より、タチアナ、第二分校生全員に連絡いたします。演習予定地への到着時刻は早っ、明朝5時40分となる見込みです。どうか早めに就寝して明日に備えてくださいね。頑張ったね、アナウンス。オッケー、じゃあブギムやろうか。せっかくだからブギムを打つか。ゲームスタートですね。今のところ俺無敗です。んこれはこのままでいい。あ、いやこれ変えようか。何が来る。あ、オッケー。新しいカードさ、あんまりそんなポンポン入れてないんだ、入れてないんですよね、俺。こういったゲームってね、だいたいコストが低いカードが結構有利だったりするわけで。はい、いいもの来たね。はい、こうやって盾を作って、全部使ってしまってもいいけど、あのこれこっちに移動すれば、こっち移動してて、さらにこれをまたこっちに使えば、こいつ召喚できるわけだけど、いっか、とりあえずこいつ処分してしまおう。はい、はい、オッケー。はい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 、ちょっと微妙だけど、まあいいや。いい曲だよなこれ。よし、あ、これ遠距離か。お、ホストさんの遠距離いいね。これ欲しいかもしれん。とりあえず欲しいけど、お前今この場にお前はいらん。で、ちょっとチラッと攻撃しようか。で、魔晶石増えてきたから、後で回収しよっか。はい、ターン終了。はい、こっちも遠距離は後方にやっとくべきだよ。しかしこれちょっと厄介だな。移動をね。はい、
パチンと。あれ、ほい、これは処分してしまおう。よし、これでお前のスキル追っつかなくなったと。強いな。これどんな効果はないか、敵を倒すことに、ああ厄介だな。これも処分してしまおう。はい、さよなら。で、スキル使ってこいつ回復しよう。でスキル使ってパチンと。はい、よし、こんなもんでいいでしょう。チクチクとやっていくよ。魔晶石で埋まっちゃったフィールドが。何やった今。お、なんか反撃始まったぞ。はい、ね、移動。待ってね。でこいつも移動しよう。違う、回復いんのちょっといやらしいな。そうだな、邪魔。はい、邪魔。で、これは。はいはい。で、もう一体召喚できるから。これで、パチンと。処理した後に、はい、あー、いや、はい、いらねえか、これ使っちゃえ。さ、あと一回攻撃すればこっちの勝ちと。やばい、やばいも持ってんな。これでどうでしょうって言われてももう手遅れです。はい、さよなら。負けました。勝てるわけないよ。よし、こんなもんか。あとはちょっと漏れがないか少し軽く確認してきます。